こんにちは、佐藤坊です。生成のケフにおけるカップリングの考察をやっていきたいと思います。プリスタイルによってどのカップリングが優れているかは人それぞれだとは思いますが、あくまで僕の個人の意見として聞いていただけると幸いです。今回はアイラ編です。まず、軽く人物紹介をしていきたいと思います。アイラはイザーク王国の王女であり、甥のシャナンが立派に成長するまで見守っています。技、速さが高いソードファイターであり、クラッシュインするとソードマスターになります。そして何よりも5回連続攻撃する流星剣の使い手。攻撃性能が凄まじく緑色に光って立っていられる敵はほとんどいません。子供は両方剣士系であるスカサハとラクチェ。スカサハはクラッシュインするとフォーレスト。ラクチェはソードマスターになります。編集スキルで追撃を所持し、アイラから見切りと流星剣が継承されるため、ぶっちゃけ誰が父親でも強くなるというのが正直な感想です。父親によってユニット性能がどう変わるのか、一人一人比較しながら見てみましょう。まずはノイッシュ。スカサハに剣 B まで武器継承が可能であり、登場が早いためカップリングも難しくないです。このカップリングの特徴は攻撃的なスキルの豊富さ。追撃を持たないノイッシュ本人の攻撃は安定感がないですが、子供2人は追撃を所持しているため安定した攻撃に加えて突撃必殺により爆発力もあります。特にラクチェはクラッシュ後連続も習得するため鬼神のような攻撃性能を誇ります。成長率もアイラが不足している力、守備が補正され、速さが若干低めですが、もともと高いのであまり気になりません。全体的に欠点があまりない強力なカップリングだと思います。続いて、アレク。スカサハに剣 B まで武器継承が可能であり、登場が早いためカップリングも難しくないです。アレクは自身で追撃、敵の必殺攻撃を封じる見切りという優秀なスキルを2つ所持しています。しかし悲しいことにこの2つのスキルが見事に被ってしまっているため実質父親からのスキル継承はゼロです。成長率は全体的にバランスがいいですが他のカップリングに比べて優れている点はあまりありません。それでも決して弱いユニットではなく十分一軍として運用可能です。これがこの兄弟の恐ろしいところですね。続いてアーダン。スカサハに全ての剣の継承が可能でありアーダンの移動力の低さが響く場面も多いですが登場が早いためカップリングも難しくないです。アーダンの父親のメリットといえば、守備の成長率が高くなる、スキル待ち伏せが継承されるというものですが、他のカップリングであるとレックスの介護官であり、レックスはさらにエリートまで継承可能です。しかし、アイラとのカップリングではスカサハに武器継承が可能です。ここはレックスにはない特徴です。ただレックスはレックスでアイラと専用イベントがあるので相性がいいんですよね。成長率はアイラで低めな力、守備が大きく補正されるのは強力です。個人的には5章での恋人会話が大好きなので、見たことない人はぜひカップリングさせて見てみてください。続いてアゼル。スカサハに剣 B まで継承可能であり、お互い移動力が異なりますが、登場が早いためカップリングも難しくはないです。アゼルは魔法系で唯一追撃を所持している貴重なユニットですが、子供2人は元から追撃を所持しているのはちょっともったいないです。実質スキル継承はなしです。このカップリングの特徴は聖戦士ファラの血統により魔力の成長率が高くなる点です。これにより魔法剣による攻撃が強力です。技の成長率は聖戦士オードの血統で補えるのも高評価です。ただ肝心の力が伸びづらいのは気になります。面白いカップリングだとは思います。続いてレックス。武器継承はできませんが3章で専用イベントが存在し最強武器の一つである勇者の剣が手に入り恋愛値が大きく上昇するためカップリングは比較的簡単です。スキルは待ち伏せ、エリートが継承され、特にエリートにより成長が早いため、通常より早い段階でクラッシュチェンジが可能です。そして成長率はネイルの血統により守備が大きく補正されます。前線で戦う2人にとって耐久力が上がるのは非常に使いやすくなります。HP も血統ボーナスによりよく伸びます。確か小説版ではこのカップリングであったので、ある意味王道で人気のあるカップリングですね。続いてフィン。武器継承ができず、フィンは3章終了時点で離脱してしまうため、カップリングは少し困難です。スキルに関して、追撃はもともと所持しているため、祈りが継承されます。祈りは発動すれば強力であり、特に闘技場で勝ちやすくなりますが、この兄弟はもともと闘技場では苦戦しないので、あまり恩恵は受けられなそうです。成長率も全体的にバランスが良く、特に幸運が伸びやすいので、回避力に期待できます。欠点は武器継承とカップリングのしづらさぐらいで十分強力なユニットです。あとは武器継承できないのに後半フィンが鉄の槍一本で登場してしまいます。槍どこやったんだよ。続いてミデール。武器継承はできませんが登場が早いためカップリングは難しくないです。スキルに関して追撃はもともと所持しているので突撃が継承されます。
ただ突撃は他のユニットでも継承は可能であり、他のユニットは突撃以外のスキルも継承されるため、ミデールが父親である恩恵はあまり受けられません。成長率も悪くはないですが、 HP 幸運は少し物足りません。ただこれでも弱いということはなく、十分強力なユニットになります。ほんと恐ろしい兄弟ですね。続いてリュウ。スカサ派に全ての剣の継承が可能であり、同じ歩兵なためカップリングも難しくないです。子供2人に太陽剣が継承できるのはこのカップリングだけです。発動すれば与えたダメージ分回復する強力なスキルですが、使用的に流星剣の方を優先して発動してしまうので、発動率は思ったより低めです。値切りは買い物や修理が半額になる便利なスキルですが、この2人は闘技場で勝ちやすく神器も持たないので、あまりお金がかからないのが正直なところです。恋人に貢ぎまくりましょう。成長率も高水準であり、全体的にパラメータは高くなりますが、気になってしまうのは HP の低さ。太陽剣があるとはいえ少し不安が残ります。ちなみに僕のおすすめカップリングの一つです。続いてジャムカ。武器継承はできませんが、同じ歩兵なためカップリングは難しくないです。スキルに関して連続突撃が継承されるため、父親のような凄まじい攻撃性能になります。ラクチェはもともとクラッシャー事故連続を習得しますが、スカサハにも連続が継承されるため、ソードマスターのような運用が可能です。成長率もアイラで低めな力の成長率が大きく補正され、ジャムカで低めな技の成長率がオードの血統により大きく補正されます。 HP 幸運守備もしっかり伸びるため、成長率に関しては非常に噛み合っています。僕の最もおすすめするカップリングです。続いてホリン。スカサハに全ての剣の継承が可能な上、3章で専用イベントが存在し、最強武器の一つである勇者の剣が手に入り、恋愛値が大きく上昇するためカップリングは簡単です。さてこのホリン、多くの人が一度はやったことがあるカップリングではないでしょうか。守備を無視する月光剣が継承され、王道直系になるため技の成長率が凄まじいことになります。ただ流星剣が優先して発動するため、月光剣の発動率は控えめであり、技の成長率もぶっちゃけ過剰です。ただ HP の高さは高評価です。バグ技を使わない限りバルムンクも装備できないため、武器レベルもあまり意味はありません。聖戦に慣れていない人や父親を考えるのが面倒な人におすすめできるカップリングです。続いてベオウルフ。スカサハに全ての剣の継承が可能であり、歩兵と牙で移動力が異なるので隣接させるのは大変ですが、初期の恋愛値が若干高いので、そこまでカップリングは難しくないです。子供2人は追撃を所持しているため、継承されるのは突撃のみ。まあ攻撃回数が増えるのはシンプルに強力です。成長率も幸運が若干物足りないですが、力技速さがしっかり伸び、攻撃面は申し分ないです。ちなみに同じような父親のミデールと比較すると、速さの成長率はミデールが勝っていますが、他の成長率は同等もしくはベオルフが勝っており、ベオルフは武器継承も可能です。スキルやパラメータを見ると意外に悪くない組み合わせかもしれません。続いてレヴィン。武器継承はできませんが、初期の恋愛値が高く同じ歩兵なので、カップリングはそこまで難しくないです。スキルは連続必殺が継承されるため、ただやさえ高い攻撃性能がさらに高くなります。スカサハにも連続が継承されるのはいいですね。成長率はセティの血統により速さが高くなり、 HP も悪くはなく、魔力も物理系ユニットにしては伸びます。ただ速さは正直過剰であり、何より力が伸びないのが気になります。魔力もそこまで伸びないので、魔法剣での運用も厳しいです。それでも優秀なスキルなおかげで使えないくらい弱いユニットではないです。スカサハがフォルセティを持っているのを見ると悲しくなりますけど。最後にクロード。武器継承はできませんが、初期の恋愛値が高めに設定されているため、同じ歩兵というのも相まって、そこまでカップリングは難しくないです。クロード自身スキルを何も持っていないため、スキル継承はゼロですが、まあアイラからのスキルだけで十分といえば十分です。成長率はブラギの血統により、魔力、幸運、魔法が補正され、特に魔法の高さは大きな特徴です。ここまで魔法が高くなるのはクロードとのカップリングだけです。魔力も高くなるので魔法剣運用も強力ですが、やはり力の低さは気になってしまいます。 HP も少し物足りないです。長所を伸ばすというより短所を補うカップリングです。以上、アイラのカップリング考察でした。個人的おすすめはジャムかデュー。一番ないなぁと思うのはアレックですかね。スキル丸かぶりで強みが薄いように感じました。まあ何度も言ってる通り、どの父親でも強力になる子供なので、極論余った男とくっつけても十分戦力になります。皆さんの一押しカップリングもぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。他のカップリング考察動画も投稿予定なので、生成の系譜が好きな方、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。